お元気ですか、ボクシミです。今回は2023チームジャパンオフィシャルトレーニングカード開封動画2回目の後編の9パックやっていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。ではね、後編の1パックやっていきたいと思います。こちらね、フィギュアスケートの河辺愛菜選手でございます。スピードスケートの森重航選手でございます。で、陸上競技のサニブラウン、アブデル、ハキーム選手でございます。で、卓球の福原愛選手でございます。フェンシングの上野優香選手でございます。と袋目でございます。バドミントンの郡司理子選手でございます。これは水泳の本田灯選手でございます。で、これはスピードスケートの高木美帆選手のですね、カードでございます。で、卓球の木原美優選手でございます。で、柔道の阿部一二三選手でございます。3袋目でございます。水泳の入江陵介選手でございます。スピードスケートの、フィギュアスケートの宇野昌磨選手でございます。失礼いたしました。で、水泳の本田灯選手でございます。はい、こちらでございます。で、体操の橋本大輝選手でございます。で、レスリングの藤波あかり選手でございます。4袋目でございます。バドミントンの高橋彩香選手でございます。バレーボールの石川祐希選手でございます。アイスホッケーの伊藤誠選手でございます。レスリングの吉田沙保里選手でございます。柔道の阿部一二三選手でございます。5袋目でございます。マストモ美咲選手でございます。柔道の古賀若菜選手でございます。柔道の阿部詩選手でございます。陸上競技のサニブラウンアブデルハキーム選手でございます。で、レスリングの浜口京子選手でございます。6袋目でございます。柔道の古賀若菜選手でございます。スピードフィギュアスケートの宇野昌磨選手でございます。バドミントンの松友美咲選手でございます。で、フェンシングの上野優香選手でございます。で、レスリングの新庄梨紗子選手でございます。はい、7袋目でございます。
スキーノルディック複合の渡部暁斗選手でございます。バドミントンの高橋彩香選手でございます。で、水泳の入江陵介選手でございます。で、スケートボードの青木由紀人選手のこちらで、75枚シールでございます。色がね、虹色っぽく浮かび上がってきます。こちら75枚限定カードでございます。で、吉田沙保里選手でございます。レスリングですね。8袋目でございます。これはソフトボールの上野由紀子選手でございます。バドミントンの桃田健斗選手でございます。で、体操の橋本大輝選手でございます。で、レスリングの東坂絵里選手でございます。で、リュージュの小林誠也選手でございます。ラストのね、9袋目でございます。水泳の本田灯選手でございます。ノルディック複合の渡部暁斗選手でございます。で、スピードスケートの高木美帆選手でございます。で、ラグビーフットボールの平野夢選手でございます。で、最後はスケートボードの青木由紀人選手でございます。はい、以上で、2023チームジャパンオフィシャルトレーディングカード開封動画、2回目の後編9パック終わりたいと思います。で、前編にも言いましたけど、このね、エポックの2023北海道日本ハムファイターズのね、ベースボールカード、2ポック2つね、買っておりますのでね、届き次第また開封動画として上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。